はいどうもこんにちワッフル。今日はね、緊急のお知らせなんですけど、あの第7回ワッフルミーティング in 横浜がね緊急決定しましたんで、そのお知らせです。ちょっとね当局の都合でね、あの関東行く用事がねできましてね、じゃあそれに絡めてちょうど連休らしいんですよね、10月ってね。9日の月曜日が祝日なんですよね。でそれに絡めてねちょっと関東遠征しようということでね、じゃあついでにっちゃあれですけど、あのずっと前からねあのご要望いただいてます、ワンエリアでワッフルミーティングやってくれないかっていう話をねやっちゃいましょうということでやります。日程は2023年10月7日土曜日、10月7日土曜日ですね、今これね収録してるのが10月1日なんで、もうこの週の土曜なんですけど、場所がですね横浜市の港目にはここ中区ですね、新港中央広場ってところですね。地図まず出しますね。ここです。ここね、最寄り駅はね、港目の駅の馬車道ですね。それかですねこの、これなんて言うんだっけ、横浜スカイエアキャビン、あのなんか乗り物、空中乗り物があるんですよ。これの駅はここにあってね、そこから歩いてすぐですね、馬車道からでも5分ぐらいかな、テクテクって歩いてもらったね。ここにアパホテル、高いアパホテルがあってね、それの橋渡ったとこですね。でここね、あの赤レンガ倉庫のね道挟んで反対側なんですよ。場所ね分かると思います。桜木町駅からでも歩いていきますね。あとは日本踊りからちょっと遠いのか、はい、こんな感じなんですけどね。そうですね、赤レンガでね、この日ね10月7日ね、赤レンガ倉庫オクトーバーフェストってビール飲むイベントもやってるらしいんでね、そのね遊びがてらね、ここに集まっていただいてもいいです。でこのね広場はね特に何もない、あの緑地ですよ、普通のね、お花と芝生のとこですね。こんな感じになってます。はい。で、あの開催概要だけ先に言っとくと、よいしょ、内容はね、ノベルティの配布ね、まあ、当局のあのカードとかステッカーですね。あとは、まあ参加者のご歓談、アイボールですよね。それから当局いますんで、あと、まあ、当局とね、元局の詳しいあの達人がいっぱいね、あの遊びに来てくれると思うんで、汚染関係の相談とかね、現場でできましたね。移動運用はどんな装備でやってますかとかね。あと、最近始めたばっかりで、ハンディキで更新できないんですけど、その話をね、みんなと知ってできると思います。あとあの免許ねお持ちでない方、アマチュア無線の免許を持ってない方はね、これ体験運用っていうのもねしていただけるんでね、あの当局の、クラブコール使ってね、免許ないけど無線やってみようかとかできますからね。まああのちょうどねこの収録してる前日がね、ワッフルミーティングイン2エリアでね岐阜でやってきたんですけど、まあ盛況でね50人以上来ましてね、車もねもう40何台でザーッとね広い駐車場で並びましてね、みんなモービルホイップアンテナが立ってるんですよ。もうニョキニョキとね。いやすごい人は4本、5本と立ってましたね。で、みんなのね、車ね、見たりとかね、あとあの、アンテナをね、持ってきて並べてくれた方とかね、JJ5、IGZ さんとか、移動で使ってる1200とか430とかのね、アンテナとかいっぱい出してくれたんで、それをみんなで見てね、観覧したりとかね、あと実際に更新もされてますしね。この日もね、なんか徒歩で行ける、装備みたいな感じで、荷物持ってきてこの公園でねちょっとね更新して遊んだりとかねできると思いますしね、普段あのポーターこうやってやってるよとかね、そんな話できると思います。でね、みんなで写真撮ったりね、あのカード交換したりとかね、でさっきの歓談ですね、下で遊んでますんでね、よかったら来てくださいと。でもちろんあの参加費無料でね、ただ残念なお知らせが一つあって、あのいつもねワッフルミーティングで当局がやってるね駄菓子の鮎がね今回できないんですよ。なんでかっていうと、あの京都からあのうまい棒を大量に持っていくのはかさばりすぎて持っていけないということで、本当それだけすいません。代わりなんか考えますね。はい。で、時間はね、午前10時から14時、2時で終わります。これ通報によって。だから4時間ですね。で、あのこの時間ね、ずっといないといけないかというと、そんなことはなくて、好きな時間に来て、好きな時間に帰ってよしと。15分だけ顔出しますとか全然よくて、あの今からオクトーバーフェスト行くんで手前に遊びに来ましたとかね、オクトーバーフェストで一杯やってきたんでちょっと帰りにねみんなに会いたかったんで顔出しましたとかも全然ありですね。でこの中央広場のどっかに、なんかアマチュア無線っぽいヒゲのおじさんがいるんで、その人を目印、つまり僕ですね、来てくださいという感じですね。
ちょっとね、これね、地図見ときましょうか。なんか綺麗なところらしくてね、なんか非常に整備されたらしいんですけど、これちょっと航空写真重ねておきましょう。ここですね、新港中央広場ね。なんかこれね、冬に撮った写真だと思うんで、なんもないんですけど、これ全部芝生になっとって、で綺麗な花が植わっとって、ここにオブジェがあって、ここはね、なんか座れるらしいんですよ。でね、お座りしたい人はね、あのポータブルのね、あの椅子とかで、ね、持ってきてもらうとね、みんなで雑談できるかなと。まあ別に芝生に座って簡単でもいいと思うんですけどね、四季折々の花と広々とした芝生があると書いてありますんでね、ここいいと思います。あとこれなんか線路のね、こう名残があるんですよ。これね、馬車道ですからね、鉄道の跡ですね。で、このちょっと来たここが、赤レンガ倉庫だと。どれだ、あ、ここだ。ここが赤レンガ倉庫ですね。これね、位置関係としては馬車道の駅、広場、赤レンガ倉庫とこういう風につながってますんでね、こっちの、県庁前大通りからね、日本通りから来てもらってもいいですね、でここで山下公園なんですよ。山下公園、これも有名なところですね。ここに氷川丸いますね。この辺の散歩コースとして絡めてね、ここ来ていただいてもいいかなと。これあのすごい広いんで、まあ、多分ね、皆さんの邪魔にはならないと思いますし、あの場所のね、利用についてはね、事前にあの管理者に相談して、一般利用ということで、ね、あの許可空いてますんでね、で振るってお越しください。ただ問題はね、何人来るかわかんないんですよね。今の時点で、ね、エントリーはね、お二人なんです、二人で。あのこのね、動画の概要欄にね、エントリーのね、URL とね、あと詳細情報の URL 載せときますけどね、ちょっとエントリーしていただくと大体何人来るか事前に分かって嬉しいんですが、もちろんエントリーなしで飛び込みで来てもらうのも大歓迎とかね、まあ、ほとんどの人がね、飛び込みで来ちゃうんですけどね、まあ、エントリーしてくれたら東京はちょっとね、心構えができると。あとここにバス停ありますね。バス停ね、バスでも来れるんだな。赤レンガ倉庫前ってバス停がここにあるらしくて、多分これ桜木町駅とかからバス通ってますね、はい、ぜひね、皆さん遊びに来てくださいということですね。あ、で、ここにファミマありますね、ファミマ。あと、ナビオス横浜ってこれホテルですね。で、近所にファミマあるから買い出しもね、行きまくりですね。うん、で、こっちでオクトーバーフェストもやってる。多分この辺をね、あのブロックしてね、イベント広場って書いてあるんですけどね。ここであの、なんかビールね、ガンガン飲み放題らしいんで、ちょっとほろ酔い気分で来てもらってもいいですね。まあ、アルコール偏重はね、ほどほどにという感じですけど、まあ、飲みすぎないように気をつけながら、ぜひとも来てくださいという感じになりますね。ちょっとね、あの初のワンエリアなんでね、わかんないですけど、ワンエリアの人口が多いんでね、楽しみですね。ね、まあハンディキ持ってきてもらってね、ゼロ距離で更新したりとかね、あとライセンスフリーの皆さんとかね、特賞とかね、ご家族でみんなトランシーバー持ってね、ちょうどこのイベント広場とここ更新できると思うんで、ちょっと今あのオクトーバーフェスト来たんで買い出しですよとかね、こう更新しながら買い物したりできると思うんでね、面白いと思いますね。交通の整理だけしておくとね、多分最寄り駅が港未来のこの馬車道駅なんですね、ここね。こっからテクテクっとこう橋渡ったところがこの新港中央公園、広場ね。ここ公園じゃなくて広場らしいんですけどね。うん。で、JR 桜木町駅ここですね。こっからでも全然この歩いてこれますね。この汽車道ね、汽車道通ってきたら多分なんか楽しいんじゃないかなと。で、ランドマークタワーが、ここですね。これね。これランドマークタワーすごいな。あ、立体的だ。はい。こうなってますね。で、ここ、日本丸でしょ。ね。こんな感じなんで、あの、ぜひともね、遊びに来てください。で、このアパホテルがすげえ高いんですよ。これ、あ、背がね、30何回あるのかな。これ一回泊まったことあるんですけどね。そんな感じですね。はい。これが10月7日土曜日。10月7日土曜日のね、新港中央広場でのワッフルミーティングだということですね。第7回ワッフルミーティング in 横浜、2023年10月7日土曜日。時間は10時から14時。場所は横浜市中区港未来新港中央広場ですと。で、まあ、内容はいつも通りと。ね。まあ、いろいろお話しして、まあ、まあ、相棒イベントですよ。相棒イベント。ね。あと、あの、ラジオ聞いてる人ね。ラジオの話もできますんでね、ラジオパーソナリティとしてもあのちゃんと活動してますんで、それよろしくお願いしますと。でね、あのエントリーがあるんですよ。さっき言いましたけどね、その事前に人数分かったら嬉しいなということで、エントリーフォームを用意しております。それがこちら。リンクは概要欄に貼っておきますけれども、はい、こんな感じですね。でね、コールサインとかお名前とかラジオネームですね、これだけ書いておいてください。で、メッセージはね、どっちでもいいです。あの、なんか、伝えたいこと、連絡事項ね、あればね。で、あのメールアドレス書く欄とかないんで、もう気軽に。
でこれ書いたから絶対来ないといけないということもなくて、書かずに来てもいい、だから必須じゃないんですけど、そのさっきも言いました人数を知りたいだけなんで、ご協力くださいということでございましたね。以上ね、緊急ですが、こちらの第7回ワッフルミーティング in 横浜10月7日土曜日のお知らせでしたと、皆様とねアイボールできることを楽しみにしております。以上、JK3OTH、京都市下京区でした。それではポータブル1横浜でお会いしましょう。73